じゃあ、もうざっくばらんに。そうですね。高見さん、また1年。はい、1年。1年ですか。去年の5月。はいはい、5月でしたよ ね、 そうですね、はいはいはい、新潟に来てまた日本にお越しになって、はい、もういつもはスウェーデンのストックホルムにお住まいだと思うんですけど、はいはい、日本を、まあ、俯瞰してもご覧になって、そして今またいらっしゃってるわけですけど、今雑感的にこうどういうふうに見えますか？日本語と捉えてそうね、まず今ヨーロッパがもう激動の状況で、はい、そのヨーロッパに今2つの戦争が起きてるから、まあ、パレスチナとイスラエルはヨーロッパじゃないんだけど、うん、パレスチナとイスラエルの人がヨーロッパに住んでるから、うん、その人たちのなんていうかな、間の険悪な状況というのが、スウェーデンでもあるので、スウェーデンにやっぱりイスラエルのかな、ユダヤ人の人たちが住んでるんだけど、パレスティナからの難民もたくさんもう何十年と受け入れてきてるので、かなりパレスティナ人の人たちが多いんですね。そうするとその自分たちの今の問題がスウェーデンの中でその議論されるというか、なんていうかな、反対運動デモが毎週あったりとか、うん、いろいろするのと、ユダヤ人の人たちがなんていうか、自分がユダヤ人だと言うとやっぱり危ないという状況なので、ユダヤ人であることを隠さないといけないとか、まあ、そういういろいろなことが今起きているので、だから結局ヨーロッパの戦争のような感じですね。かなりやっぱり国内でも議論が盛んだし、大丈夫ですか？大丈夫です、はいはい、でウクライナはもちろんもこれはヨーロッパの戦争なの で、うん、でそれがなかなか終わらないっていうかな、うん、でスウェーデンも NATO に入りましたから、うんうんうん、だから NATO の国と同じように、なんていうかな、やっぱりウクライナを支援するし、それと NATO に入ったので、なんていうか、国の予算の 2% は軍事費に使わないといけないというふうな状況で、だから今ヨーロッパは戦争状況ですから、エネルギーもなんていうかな、まあ今落ち着きましたけど、一時その電気代が3倍とかになってたのは、まあ、落ち着いてきてるんですけど、ね、高い状況だし、うん、食料品も高いし、インフレがあったので、金利が1% ぐらいから 4% になるとか、だから生活が今非常に厳しい、苦しい状況ですね。物価がすごくやっぱり高いので、特に食料品が高いから、貧困層というかな、やっぱりそういうまあホームレスの人たちというかたちも増えたりしてるし、だから社会が非常に不安定なのと、うん、それと、まあ、スウェーデンは2015年に、ね、ちょっと政権が変わって、そうなんです、変わったんですけど、保守系みたいな、今そうです、極右も政権に入ってないんだけど、かなり影響も与えてるので、はい、激動というかな、もういろいろなことが、今までのとかいうようなことがいろいろ起きてるんですね。なるほど。それで今回の6月の9日かの EU の、ね、はい、選挙で、ドイツとかフランスがもっと極右になってしまって、うん、だからね、非常に激動の状況なので、なるほど、そこから日本に帰ってくると、まあなんと平和なというか、そっか、もうなんかもうすごい安全だしというかね、まあもちろんなんていうか、中国のこととか北朝鮮の心配はあるんだけど、でもすごい身近にそれを感じることないですよね、日本ね。だからなんていうかな、その面では日本が島国だからというのもあって、平和がまだね、なんとか維持できてるというか、ガザも人ごとみたいな、そうそうそう、そうですよね、もう本当人ごとじゃないですからね。もうでも連日もウクライナとガザの、様子が
テレ茶の間に入ってくるわけですから、もうなんかもうね、もう本当にあれです、メディアのあり方もやっぱ全然違うかもしれないね。違う、ものすごい、もうやっぱりそのままをこう見せようとするから、あの僕ら映画でやっとガザの、映画をこう上映したりして、そのみんなでそのガザを知るみたいな、やらないとほとんど分からない、分からないですよね、なのでそういう議論がもうねずっとされているので、なんかいつもあの思うんだけど、あの日本は小鳥の、あの野鳥のサンクチャリーっていうのあるんじゃないですか人間人類のサンクチャリーになるんじゃないかなちょっと休まない、休養しないとというかでそれまでだから、あの観光客も多いんじゃないですか、そう日本にやっぱり、まあ、物価がだから、だその物価はダメなんですけど、賃金は上がらず、アメリカ 1.5 倍とかになってるのに、日本は僕賃金は どっちかというと停滞か下がってるみたいな話になって、物価だけ上がってて、そうですよね、厳しいですよね、そうだから、あの、もうインバウンド的には、あの他から来る人たちはすごい、僕ら昔アジアに行く感じで、物価安いから行くかみたいな、そう感じになってる感じで、なんかそんな感じですよねだからどこ行ってもなんか中国語ばっかり聞くんですよね結構、それで東京とかのホテルがもうバカ上がりしちゃって、そう高くなっちゃったし、僕らも出張はなかなか厳しくなってるんですよ、そう高いので今回びっくりしました、去年に比べて。そうなんですよ、まあ、だからそういう意味で、あのなんていうかな、平和なんだけど、はいはい、そのサスティナビリティについての速度が遅いなと、遅い、なるほど、なんかこう、いや、あの、まあ、そういうふうに激動なんですけど、SLM も激動だし、まあ、極右になるかな、力持ったりとか、あのなんていうかな、保守派になると環境は後戻りするんですよ、それと、スウェーデンの保守派も、原発をって言ってますから今ですよ、ね、だからそのなんていうかな、要するに化石燃料ゼロの社会を目指すというのはあるんでしょう、2045年に、でそれをするためには、電気化をしていかない、電気自動車とかねしていかないといけない、工場なんかもそういう化石燃料じゃなくて電気とかになると、やっぱりあの電力が今の2倍いるから、でそれを化石燃料じゃなくて使おうとすると、あの安定できるのがやっぱり太陽光じゃなく風力は天候にあれです、それのでやっぱり原発が必要だというのをぐーって回していってるんでしょうね。それでそうすると社民党第一の党ですよね、革新派の、もうそっちにこう動き始めてるんですよとするとスウェーデンの半数が原発賛成の方になる可能性が今大きいんですよね。でも今までスウェーデンは脱原発って言ってきて、2040今いくつ動いてんでしたっけ、今ね、もうあの廃止していってるので、そうですよね、僕もバースベックとか 6ぐらいだったかな、バースベックが廃止されてっていうのが、そう、はいはいはい、だから古くなってるから、古いのからっていうふうにね、してきているんですけどね、だから、そういうふうになんていうかな、あの、ちょっと後退しているというか、それと今までの政府だったらスウェーデンみたいな小さな国が、小さな国なんだけどやっぱり自分たち裕福な国だから、世界のそのなんていうかな、リーダーシップ取って環境先進国、そのいろんな技術もね、開発して、それでそうすることによって経済力もあの強めるという考え、すごくいい考えでやってたんだけど、局の方が、いやそんなスウェーデンそんな小さい国でそんなあのそういうことをすると国民犠牲になるからとか言って、だからちょっと後戻りしてるんですよ、でもなんていうかな、私が期待してるのはやっぱり企業ですね、企業、その先進的に動いてきた企業、政府がそういうふうに言ったってあの聞かないですから、もう分かってるわけですから、もうその早く二酸化炭素減らさなきゃいけないし、その自分たちの生き残りも早くそういうふうな技術を返さなきゃいけないっていうのがあるので動いてるんですよ企業は。だからその
ね、以前ナチュラルステップを導入したスカンチックホテルとか、もうそういうとこもやってるし、あとボルボとか、ですか、あの、ね、イケアとかね、イケアとかね、そう、もういろんな、イケアはもうあのあれですよ、あの CO2 のあれを、サプライから生産してる自分たち、で今あの消費者も出す化石燃料ができるようにいって、安い太陽光パネルを売るというふうなね、そうそうそう、だからそういうふうに何ていうか、全体全て123スコープのね、全体でやるというようなことをして、すごい先進的なんですよね。それとか自治体なんかも、だから国はそう言ってるんだけど、ストックホルムとかヨテボイとかマルマという大都会はもう、そうそうそう、エココミュニティね、そうそうそう、なんか80以上になってますよね。前僕行った時に70いくつだったのが、最近ちょっとウェブ見たら80いくつになってて、そうですよね。そういうとこは絶対にあの止めませんから、その政府がそんな変わったりなんかしても。なるほど。だからそこもやっぱりあの、なんていうかな、二酸化炭素が、クライメートポジティブという、うんうんうん、でだから自分たちがあのなんていうかな、あの消費するかな、消費してもそれをあの、少なくするというかな、なんていうか、要するに、ネガティブに、二酸化炭素をネガティブにしていくっていう、うんうんうん、それであのストックホルムのコジェネがあるんだけど、そこは木質バイオマスが燃料だけど、うんうんうん、だから木質バイオマスで、の出すと森林が吸収してくれるからプラスマイナスゼロですよね、カーボンニュートラルですよね、でそ の, あのなんていうか、肺炎から二酸化炭素を取って、それを液化して、それをノルウェーの沖の元の石油掘ったところの近くにあの収めると減るわけですよね、どんどん減っていくという。だからクライメートポジティブというか、だんだん減っていくっていうふうな、そういうあのことに力を入れて、今度かなり大きな、あの最初はテストプラントだったんだけど、うん、それをもう埋めるんですか。埋めるという技術はノルウェーの、ノルウェーでやってもらうので、だから、ストックホルムは要するにそれを回収して、はい、液化し て, 化して運搬できるような状況というか、そういうあの、工場というか施設もう今建設していってるし、日本も CCS って言って、あれと同じような感じ、CCS、そうです。それに先に B がつくんですよ、バイオ、バイオだから BCCS になります。そういうのもやってるし、あのあ、そこバイオだからね、はい、もともとバイオでも、だからそれを、それをネガティブにするというかね。それと北の方で今あの化石燃料を使わない製鉄、製鉄会社というか、が出てきてるんですよ。水素ですか。水素、そう。それで、その北の方、北の方はそうグリーン水、そうそう水素。で北の方は水力発電があるので、なるほど。だから水力発電でその鉄鉱石を採掘して、それでそれとあの、それで水素を作って、はいはい、それでその化石燃料の代替で製鉄をすると。でその技術ももうかなり進んできてるんですよ。だからそれとあと北の方に今度大きなバッテリーの工場も作ってますし、蓄電池か。 だからすごいもうサステナビーな産業をどんどん作り始めてるんですよ。でその製鉄、そういうあの化石燃料でした製鉄をボルボのなんていうかトラックにとか、そういう重機とかに使うっていうふうにして、だから顧客と製鉄メーカーとがやっぱりコラボして、そういったことが動いてるんですよね。で日本に来るとまだそのなんていうか、そう何がサステナブルなのかというところでまだまだなんかこういろいろね言ってて、それでなんていうか消費者の方も分かんないから、太陽光発電がダメですねとか、あのそういうレベルじゃないですか。だから SDGs はなんかものすごく流行った感じがあるんですけど、ちっともなんかこうある方向性に向かって進むとか、バックキャスティングとかそういうのを
もなければ、うん、あれ SDGs の使われ方で17項目あるけど、3つぐらい満たしておけば OK みたいな風になっちゃうのが非常に問題で、そうですよね、うちはこことこことやってますで、それであのそれでバーンって PR しちゃって OK みたいな感じになるので、そうそう、それも2030年達成できるかどうかなんか全然なくてやってますっていうフォーキャスティングですよね。そうなんですよ。ああいう使われ方すると全然なんか方向性見失って、うん、もう日本はまだ政治はフォアキャスティングのままだし、そう自治体もフォアキャスティングのままになっちゃってるし、そうやっぱ国民全体の考え方もサスナビリティって言葉あるけど、うん、その意味がねもう一つはっきりしてないというか、何を基準にしてサスナブルと言ったらいいのかっていうのがね、まだこうあれされて理解されてないというかね。おっしゃる通りです、だからもちろんスウェーデンもそういうなんていうか、うん、グリーンウォッシュしてるところもありますけど、ね、でも本当に理解したところが、うん、頑張ってるっていうところが あれなんですよ。だから理解してるところも本当に理解しできてるから、うん、そういうその、ね、4つので、それをやっぱり市場もちゃんと認めて、そうなんです、市場もそれが理解できてるという、市場もそれを認めて投資もそっちに行くし、そうそう、でなんていうの、お客さんもそっちの方に行って、エシカル消費とか、そうですよね、本当の意味でやるわけですよね、そうなんですよ。だから、うん、だから、うん、だからやっぱりね、教育啓発が重要ですよね、はい、で改めてその、うん、私も今フジャンモンでやってる中で、そのナチュラルステップの4つのシステム条件っていうのが、はい、やっぱすごい分かりやすくて、だやっぱりなんもう SDGs のバッジつけてる人で原発推進とかって適当にしちゃう、そうそうそう、なんていうのが分かり取っちゃったりしてて、そうそう、あれみたいなことになる中で、やっぱ4つのシステム条件照らすと、ああなん全部ダメじゃんみたいな、そうです、分かるわけです。だからそれを マネジメントしようと思ったらできるかもしれないけど、莫大なお金がいるわけですよ。それだったら風力発電をそれにマッチさせた方が安くサスティナブルになるわけですよね。なんでそう比較しないのかっていうか、比較論もね、本当そうなんですよね、そう、だからもうなんていうかな、日本で原発はもう無理ですよ、無理ですよ、もうまた1月の1日のあのそう、能登半島地震で、あそこ原発作る予定だったんでしょ。そうそうそう、スーズにね、作ってなくて、ね、よかったですよ、よかったでしょうね。反対運動を一生懸命やってる方とあの繋がってるんですけど、本当によかったですね、ね、本当ですよ。だから滋賀原発がね、またまた情報がちゃんと出てない感じがあって、そうですか、なんでもないなんでもないって言っておきながら、はい、ものすごいなんかこうなんだっけな、油漏れだな、なんだかんだ途中からなんか言い始めて、大丈夫だったのかなとか、そう、あとまあいろいろ憶測もあるんですけど、そうですよね。だから日本では絶対無理なんですよ。無理だと思います。そんなあの条件満たせない国なんだから、満たせないです。だから他の方法がねあるじゃないですか。だから私の実家の方に帰っても、うん、山を崩して太陽光発電入れたりとか、農地バーッとも広いところに やってるんですよね。だからそれこそ酸をね、酸を生物多様性、そうそう、はい、無視してやってるわけですから、持続可能じゃないですね、うんうん、なのでそのそれと4も、ね、4も、はい、多分うちの兄があれば地元の人じゃなくて外から来て、まさにそうです、っていうね、だからお金儲けだけにしてるわけでしょ。だから、うん、でもそっちの方を変えていった方が、うん、原発をそうです、なんてもう比べられない、もうあれですよ、可能性が、まあ、こっちの方がまだ高いというか、そういうふうに、そうですよね、サステナビリティにするのにね。だから、うん、サステナビリティの大原則を踏まえれば、再エネはいいと、再エネいいんだけど、作り方間違えちゃうと3と4に反しちゃうっていう、だからそしたらサステナブルなエネルギーじゃなくなる、サステナブルなエネルギーじゃなくなる、はい、うん、だからスウェーデンもあれです、風力発電、陸上の風力発電は全然進んでないです。なるほど。やっぱりなんていうか4で、はいはいはい、自治体に最終的にはノーと言える権利があるので、だから自治体にあるんですよ。だからいろいろ企業を初めてなんか していくんだけど、うん、まあ、議論している間にやっぱり住民が嫌だと言えば自治体はできませんと言えるので、はい、そういう例がものすごく多いんですよ。なるほど、なるほど。陸上は
うん、だから4がもうやっぱりやっぱ騒音のこととか騒音のこととか、はい、なんていうかやっぱり景色が、ね、景色が、まあ、そうですよね。なるほど。やっぱり観光とかも、まあ、あのそういうところで環境裁判所とかでもなんか認めないみたいな認めないというかやっぱりその民主主義民主主義な考えるとやっぱり住民のね、うんうんうん、あの意見をされるのででも確実に風車は増えてはいるんですよ、ね、だから政府の方がちょっとイライラしてるんですよね。なるほどなるほど。あのもっと進めなきゃいけないので、うんうん、だから自治体のその権利を、ね、あの弱めるかなんかとかいう議論とかしてて、でもあの養生の方がずっと可能性が高いんですよ。でも本当見えないですから陸からどこにあるのっていうそれぐらいにしないとダメですよ。22キロ沖、30キロ沖、100キロ沖みたいなところでしか計画が見当たらないですね。そうです、うんうん、まず原発のことで言うとドイツは、うんうん去年の4月15日に脱原発果たしちゃって、その、まあ2011年3月11日の時には17機動いてたのを、もう一つ一つあのメルケル政権のことで法律作って全部もう廃止だと、2022年の末に廃止だと、でウクライナ戦争ちょっと伸びましたけど、2023年の4月15日に全部廃止して、もうゼロになって、最近の情報だと再エネが 58% だそうです。すごい、そうそう、すごい増えてるんですよ。で、こういうやっぱシフトが、うん、まさにサステナビリティを目指したバックキャスティング、そうそう、そうですよね。かなと思うんですけど、そうなんですよ、うん、だからそれでもう2040年って言ってたんですよ。あのちゃんと政党1党だけ入ってなかったんですけど、うんうんうん、そ, でそういう協定してたのに、はい、あの保守政権になるとやっぱり原発を持ってくるんですよね。なんでですかね。金やっぱ金ですかね。もうだからもう日本の社会は、まあ、最近もその自民党 の, その裏金事件とかありましたけど、そうですね、ものすごいっていう金額が裏金になってるっていう、そうそう、もうだから判断基準が金だったんだなってそう改めて実感したんですけど、経団連含めその原発推進したい人 の,、うん、そうそう、この企業の献金なり補償をもらいたいから、うんうん、そのために政治があるみたいな風になっちゃってて、うん、だから動かないんですよ ね, そうエネルギーシフトしようとも思ってないみたいな。 なるほど。で、うん、今エネルギー基本計画また新たな改正の時期なんです、うん、ちょうど、はい、でこれから政府に対して今 NGO がガンガン今なるほど申し入れをしているところで、はい、また原発依存なんつったらもう大変なことだし、そうですよ、ね、新たな原発作るなんつったって40年ぐらいかかるわけだから間に合わないじゃないですか。そうですよ、間に合わない。でそれでなんか小規模のを作るとかって言い始めてね、革新炉とか、なんかどこが革新なのか分からないみたいな、そんなモデュールのなんとかかんとか言って言い始めてんですよね。アメリカ今そういう感じのことを言って、それをなんか踏襲して言い始めてる政党もある思想なんですけど、うん、でもちょっと考えてください、うん、だってほとんど40年かかる、とにかく間に合わないんですよ、まあ、10年以内に半減しないといけない、ね、半減以上減らさないといけないのにどうやってするのいう、だからね、もうあのだからそのなぜ保守派になったかっていう、保守派のに行ってるかっていうのは難民問題なんですよ。だからあのスウェーデンもその、エネルギーの方は革新派のね、うん、で、まあ、あのどんどん行っててよかったんですけど、うんうん、その難民どっかで戦争あるとそのあのなんていうかな、そういう人たちが逃げてきたらそこでその難民であるかどうか の, あのなんていうかな審査をして、それで難民 の, その条件があったらその、その国であの生活できるというのがあるので、あのなんていうかな、そ の, こあの国際的な法律があるので、アフリカからものすごい人があのあのそのなんていうか密入国 をする企業があるわけですよ、ヨーロッパに。でそういう人たちにあのそういうなんていうかヨーロッパに来たらあのそういうなんていうかな、うんうんうん、難民のあれがあの
って権利があるので、生活がなりますよという。だからもうみんな自分全財産をあれして、そのなんていうかな、旅費を出してくるんだけど、ボロボロの 車じゃないボートで、もう沈没してますよ、地方のもどんどん沈没してしてるんですよ。そういう状況、そういう状況があって、それでまた来る人もそのなんていうか本当の難民じゃなくて、要するにもう経済が理由なんですよ。でそれで来るじゃないですか。それで来て、あのダメだと言われたら潜っちゃうわけですよね。潜っちゃうっていう、地下に潜るというかな、要するにあの、なんていうの、闇のそう、うん、でそういうところがどんどん増えると、犯罪の問題がもうあちこちでできてきてるんですよ。でそれでそういう時に、その革新派は人道主義をそのあるので目をつぶるわけです、そういうことに関して。だからやっぱりかわいそうな人なんだから、というかあの自分たち裕福な国なんだから、そのあの救うべきだという考えがあるので、でそれに対して、あのなんていうかな、いややっぱりその制限しないといけないというと、その各社の人たちは、あなたはレシストだというふうに言って批判するわけですよ。とすると議論にならない状況で、いくもんだから、それでなんていうかな、普通の人までがその局の言ってるように、反やっぱり難民をね、まあ、規制しないといけないという方に投票しちゃうわけですよ。もうヨーロッパで全部そうですよ。だから本当にその局の言ってることがあの賛成できるわけじゃないと思うんだけど、要するにあの各社の派の方がその難民受け入れを制限 しない政策を取ってるから、でその極右の方に行ってしまうんですよね。だからそのヨーロッパのフランスにしてもドイツにしても、やっぱり自分 の労働者の人は生活が苦しくなって、そういう人たちがどんどん入ったら、もうどんどんそういう人たちが仕事を取っていくわけですから、主流になっていくと。そう、それと犯罪が、状況がそこにあるみたいな話、ね、そうですね。だからあの犯罪が増えるしっていう、それを革新派がストップできなかったんですよ。それで極右の方に、スウェーデンも極右の方に今度行ったんだけど、でもそうするともうエネルギーもね、変な風にいっちゃうし、あの環境の自然保護なんかも、もうなんか削っていく、いってるし、なかなかね難しいんですよ。研究者とか良識派っていうか、まあ、そういう方々はすごい危惧をしていらっしゃる。危惧してちゃんと言ってるんですよ、どんどん言ってるんですよ、今の政府 あの、ね、スウェーデンがダメだって言って、すごいそういうブレーンの方々もいっぱいいる感じがするので、そうそう、だからみんな批判して言ってるんですけど ね、 ね、うん、でもなんていうか、4年間はこのなんていうか、よっぽどのことない限りずっと続くので、それがね、あと2年我慢しないといけないかというか、いうところです。でもそういう言ってるんだけど、中では日本の社会よりはって感じします。そうそう、なんか日本の社会よりはあのな、諦めてなくって、やっぱりちゃんとバックキャスティングしていってる企業とか人とか自治体があるのが救いですね。政府だってそういう、政府の、ね、なんか、はい、まあ、政治はそうかもしれませんけど、政府の、はい、官僚自体は学んで、そう、官僚自体もなんだけど、でもやっぱり官僚も一応政権によって、あれされるから、あの厳しいんですよ。なるほど、うん、まあ、でもお土産、あの、すみません、ありがとうございます、沖縄です。あ、そうですか、ありがとうございます。だからね、あの課題がないわけじゃないですけど、あの、うん、なんていうか、私のあの今いろいろこうチェックしている NGO があるんですけど、そこ あの代表がね、うん、今世界はシャンパンの状況だって言って、だからブクブクとその、うん、あのシャンパンの瓶の中で動いてると、うんうん、でもすごい厳しい、なんていうか、企業がその蓋してるわけですよね。だからもっと振れば
ポンと抜けるとだからもっとそのみんながね、今 NGO も企業も自治体なんかもその頑張ってる人たちがいるわけじゃないですか、はい、私たちがもっともっと頑張れば、なるほど、その石油業界とかそういったあの変化が欲しくない企業が、そのなんていうか、そのあの勢いに負けるというか、今そういう時期だって言ってるので、だからまあ頑張る頑張るというかねそれ以外ないですよね、うんうん、去年韓国で緑の党の久々の5回目のグローバルグリーンズってなって、私も久々に2001年に1回ボブ・ブラウンっていう方がオーストラリアでキャンベラでやった時に1回行ってて、久々に何とか行くことができて、はい、スウェーデンの方と会ったけど、スウェーデンの人たちは緑がちょっとね劣勢だからすごいなんか残念がってて、でそうですね、本当だけど、まあまあ基本あのサステナビリティを目指してるっていう、まあグループだと思うので、そうですね、まあなんだっけな、このケニアで大統領選挙出るとかいろいろ、あ、そうですか、あの勢いのある話もちょっと聞けたりしたんですけど、あのスウェーデンの環境党が伸びないのは、はい、うんうん、環境だけやってればみんな投票するんですよ、はあ、彼らがその難民を歓迎する派なんです、あの政党なんですよ、だからあの、まあ、人道主義ですよね、はい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 、理想家が多いので、理想が多いから、そうだからスウェーデンはもっと受け入れないといけないという考えなんですよ。で2015年もあの社民党と環境党が連立してたんだけど、社民党はもうストップしたかったんだけど、環境党がいやいやもう、あの行けないいけないって言って、すっごくあの遅れちゃったんですよね、そのストップするあれがもう本当にパンクするようになった状況でストップしたんですよ。でその時のその環境党の党首が涙を流して、あのなんていうか残念だったって言って言ったこともあって、その後もやっぱりその政策がその難民の対策っていうのを言うかな、そのなんていうか、要するに公平さっていうかなっていうのを、ソーシャルジャスティスなんですよ、クライメートジャスティスなんですよ、ジャスティスなんですよ。そうか、それがあるので一般の人がもう現実はもう難民の人たちが国民のね、あの 20% になっていて、20% か、これ以上あの環境党が言うに言ったら、これどこまで、あの、そういうことなんですね、国民のね何パーセントまで受けるのっていう、そういうなんていうか、なるほど、あの不安を持ってるわけですよ。なるほどで環境党はそういう一般の人の不安を無視するわけですよ、要するに理想主義だから、ジャスティス、ジャスティス、ジャスティスですからね。それはいくらあの大変だと言っても、あのね、アフリカのそういった国の人に比べたら裕福ですから、それは受けてあげるっていうふうに彼らが言うのは余裕があるというのはもちろんそうだと思いますけどね。でもやっぱりの日常がもう本当に変わってしまったって嘆いている人たちが増えている中で、彼らがそのジャスティスというもんだから、うんうん、環境がこれだけなんていうかみんな心配してるのに、環境党に党をあの票を入れてないんですよ。なるほど。でも今回面白かったのは、はいはい、あの EU の選挙では、うん、環境党が第2党になったんですよ。そうだ、第2党に出ちゃった。なんでそうなったかというとですね、はいはい、その EU の政策は、国の政策と違うわけですよ、うんうん、一応そのなんていうか難民の政策というのは EU 全体でやっと意見がまとまったんですよね。それで一応減らしていく方法に行ってるんですよね。それで国民は、スウェーデンの国民はやっぱりあの気候変動が心配なの で、はい、で今回の選挙で環境党はもう気候変動のことばっかりずっと言ってきてるわけですよ。だから、なんていうかなんていうかな、うんうんうん、それとその EU はどっちかというと個人投票みたいなものなの で、はいはい、で環境党から出る人たちが非常に優秀な人たちだし、それともう一つの理由は EU 普通あのスウェーデンの選挙、うんうん、80% はあるわけですよ。でも EU の選挙は 55% なんです。そうなんですか。ええ、
で投票したのしないのは誰って言ったら、あの田舎の人というか、どっちあまり意識が意識が低いというか、知識階級じゃない人たち、なるほど。だから今回その投票したのが知識階級で、ストックホルムとか都会に住んでいる人たちだったので、ストックホルムでは環境党がトップだったんです。あ、そうなんですか。そうだから全体にすると、そのやっぱり田舎の人の方が、うんうんうん、なんていうか車に依存してるから、そのガソリン代高くしてほしくないし、うん、っていうか、いや、いろいろそういうのが ありますから、その意識がやっぱり都会の住んでる人の方が高いっていうのもあって、だからそれがすごいはっきりして、あのなんていうかな、北欧はみんな環境党とか革新派の方が EU の選挙では過半数だったというか、という状況があるんですよね。だから環境党の、政令の環境党のやっぱり、考え方がもうちょっと変われば国内でももっと増えると思うんだけど、あのね、クライメットジャスティスって言われるとね、そうね、グレータのね、グレータ、そう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 、いやでも、もう彼女の貢献は素晴らしいと思います。もうすごい素晴らしいですよ、ね、うん、そうなんです。日本でも評価 してるし、そうなんですよ、うん、そう、なんかあれから行くと一番日本が反してる感じもしていてひどいですよ。あ、日本のあれが、そのだから原発は依存でしょ、で化石燃料 何言ってるかというと、アンモニアを混浄するから、そうなのよ、あれは、あれ私もあれはなんて、アンモニア洗浄するから化石燃料いいんだみたいな、何を そんなこと言ってる国ないですよ。ですよね、はいです。そのだからその独自政策を広めていくんだみたいな、何を言ってるのかなって、そんなあれはもう日本でしか通用しないですよやっぱり通用しないですよね。だからこういうなんか常識が分かんないですよね、なんかで今面白いなと思ってるのは、うん、あのまあグレーターね、グレーターも本当になんていうか、そういう、地球温暖化をね、そういうトップのレベル のアジェンダにしてくれたっていうのはすごくあれなんだけど、うん、でもまだちっちとしてこうなかなか進まないっていうのがあるじゃないですか、うんうん、特に政治の面で、はいはい、で今のオーローラという若いグループが出てきて、うん、その 法律を勉強している学生とか若い人たちで国を訴えたんですよ、うん、その EU のなんていうかな、あの人権を考えるとその国が違反しているというか、その保障、自分たちの福祉の保障ができてないかなって言って、まあ、あのそれ最高裁判所に行くことになったので、すごい面白い状況なんですよ、スウェーデンの。それでそういうトレンドが今あちこちに起きてて、あれどこだったかな、スイスの人だったかな、スイスは、うんうん、あのあれです、定年退職したというか、うん、お年寄りの女性が訴えたんですよ、うんうん、で気候変動によって私たちの健康がすごいリスク受けてるわけで、だからそれこそ国はその政策をあのかな、あのちゃんとできてないって訴えて勝ったんですよ、だからすごいんですよ。熱波で亡くなる人とかだからあるわけですから ねだからそういうふうに今あのなんていうかな、法律を使って国をね変えていこうとする、素晴らしいあのトレンドがねヨーロッパにできてきてるので、それがそういうなんていうかおばあちゃんたちだったり、うん、若い人だったりっていうのがあるから、うん、なるほど、だから日本も頑張ってね、頑張ってそ う、ね、そういう動きを、ま、なんかそのしてもらいたいんですよね。サステナビリティ自体が、うん、やっぱりまだやっぱり理解されてないと思っていて、うん、僕改めてこの4つのシステム条件、カール・ヘンリック・ロベールさんのそうそうこのなやっぱ分かりやすいわけですよね、うん、で、うん、スウェーデンの方もたまたまお会いした方にそのお話しするとドーナツ経済のことを持ち出して、うん、そういうもんみたいな話
こう主催ドーナツ経済、ドーナツ経済、ドーナツ経済、ドーナツ経済ね、はい、新しい論やってて、はい、まあ、それもなんかいろいろ世界にグループができてるみたいですけど、はい、その前に、うん、まあ彼らきっとそのナチュラルステップのそのシステム条件みたいなのをこう把握した上でドーナツ経済みたいなものもできてきてる感じがするんですけど、うんうんうん、あの4番目のマックス・ニーフの9つの社会的基本的なニーズって、はい、やっぱものすごく分かりやすいし、そうですよね、はい、うん、それと本当今まさにネイチャーポジティブというのが、うん、セブンの条約の中でも言われ始めて、はい、その3つ目のところっていうのは非常に大事だし、サーティファイサーティとかっていうものも含めて、はい、それはやっぱ加味していくと、非常に大事な要件だなっていうふうに思っていて、うんうん、で2番目は今プラスチック海洋プラスチックの問題が非常に、最近あの人工芝も問題になってるらしいですね、ヨーロッパとかで。人工何、人工芝、芝サッカー場の、ああそうか、それそうですよね、なんか、はい、それもプラスチックで、そうそうそう、それはどん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 使われちゃうわけですからね、マイクロプラスチックになって、そうそうそう、漂ったり子供たちに影響しているとかっていうのがなんか最近発表されてて、うん、そうそうそう、だから2番目も非常に、うん、まあ日本でいうとネオニコチノイドの問題がやっぱりすごく深刻にあると思って、うん、ね、まあ、スウェーデンはすごい、うん、そういうの敏感だし、化学物質、ね、PFAS なんかも基準が全然違うじゃないですか。そう、あれもうすごいね、あの話題になってるんですよ、社会で。そうなんですか。それってあれによってあの癌になったりした人たちが訴訟を起こしたんですよ、 PFAS、うん、そう、それで勝ったんです。あ、だからね、やっぱりあのこれからどんどんやっぱりあの世界の基準が、うん、厳しくなっていくことも、世界の基準がわーって違うんですけど、スウェーデンもダントツすごい厳しくしてます。でもそれはあれは禁止しないといけないという状況、あの方向にね、今あの動いてるから、うん、基本は禁止になってるのかな今。でも本当あのだからそうですね、うん、汚染しないように、そうそうそう、うん、とかあのだから、あ、そうだそう、うちの自治体もそうなんですけど、下水道のコンポストを、うん、あ、はい、まあ、農業に使う、あの結構うちも結構前々から取り組んでて、はい、あ、そうなんですか。重金属の問題とかいろいろ言われながらも、でもずっと取り組んでて、あのまあ、その研究者たちも一生懸命頑張ってはいるし、うん、あの国交省もそれを認めていこうみたいな話をしてるんですけど、はい、PFAS の問題で、アメリカのメイン州か、そこでその汚染が広がっちゃったっていうのがあって、そう、いろいろ懸念材料はある、そうですよね。スウェーデンもあの前トルビョンのとことか行った時、あの尿と、はい、分けてするというのは、そうそう、尿を、肥料にするという、そうそうそう、そう、あれはそのまま今も、まあ、今もやってると思いますよ、はい、ね、でももっと広がると思ったけど、ね、あれが、なるほどなるほど、いやだから街の中はやっぱりなんていうかな、もうバイオガスにするってい う, バイオガス、ね、もうそれが主流ですから、で残ったものはやっぱり農地とかいろいろなところに使うっていうね、うん、状況になって、スウェーデンの PFAS の基準でいくと下水道コンポストとか、一番大きい、認められないんじゃないか。ああそうだよね、うん、とかだから農地じゃなくて、例えばゴミの埋め立て地のなんかそういう土にね、はいはいはい、使うとか、うんうん、そうですよね、ちょっとまあリサーチしないとは思うんですけど、ゴミの焼却もそのなんつうの、その熱源の利用とかは普通にやってますよ、こちら、はい、こちらのやつ、あれやっぱウーメオのやつは僕本で読んだんですけど、はい、どこももうスウェーデン大体どこでもそうです、ですよね、うん、だからあの小さい規模でたくさんあるんじゃなくて、大きい規模で、だから、まず熱の供給、うんうん、地域暖房の熱と、うん、房、それと電気ですよね。そ、うん、そのだからその、うん、日本のあれで熱がせっかく出てるのに、そうそう、それ使わないで、そう、それがもったいないんですよね。70% かな、なんか捨ててるような感じですもんね。まあいいとこでプールそうそうそう、それぐらいで、そうなんですよ。だから地域暖房のものすごくいい熱源、そう、インフラをね作っていけばいいんだけど、ね、どこまでね行かない、行ってないんですよね、うん、地震大国に合わないのかなっていう、うん、でもまあ今
北海道下川だとか、あの辺は地域暖房を始めて、やってます。ニセコも今始めてるのかな、そういう。あ、そうですか。じわじわと、でも地震対策をすればいい。そうそうそう、なんとなく今だって水道管もね、地震対策で今やってますから、そうそう、同じように考えればいいわけですもんね。山形県もそうです、最上町で。あ、そうですか。小規模ですけど、ちょっとやりました。へー、あ、そうですか。うん、あれあ、だから時間がかかるんですよ。そうですよね。だから高速を作るぐらいの値段かかるっていう。で、それぐらい時間かかるっていうふう覚悟して、長期的な、それこそバッキャスティングで長期的にやらなきゃいけないっていうね。確実に貢献するわけですもんね。そうそうそう。だから私スウェーデンで、あの視察で通訳した時に、はい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 、だからあのそういうふうに地域暖房やってるって言って30年かかるって言ってましたから、うん、だからそれぐらいのこう、ね、スパンで、あの都市計画をするっていうねことが必要ですよね。もう目標が明確だから。そうそうそう、そうなんですよ。だって持続可能な街を作るという、街を作るっていう明確じゃないですか。で、それはどんどんそのなんていうの、うん、新しい技術とか開発されるわけだから、そういうのをどんどんこう入れていってますよね。そうそうそう、はい、でどんどんその、未来が近づいていく。そうですよね。だからストックホルムでそういう実験的にやってるのがロイヤルシーポート。前はハンマービーショットだったんで、あれ終わったから、新しくハンマービーショットスタッドはもう終わったんですか。終わった、そうです。あそこは一応もうプロジェクト終わっちゃったから、新しくロイヤルシーポートでいろいろやってて面白いですよ。また面白いですか。また見に来てください。見に行かないといけないですね。そうそう、いやだからね、なんかこうそうですね、今うちも図書館を新しいのどうするかとか、次の街づくりどうするかとか始まってるんですけど、やっぱ目指すべき方向はそうですよね、サステナビリティだから、それをどうね、あのその条件を満たしていくかっていうか。そうですね、だから、うん、あのあとはその日本の社会の問題としては、自殺に2万5千人以上っていうのがあって、で最近は特に若い人たちの自殺、自死が増えていて、あのでなんかやっぱりぶっちゃけ分かち合いができてないってものすごく最近気づいてて、あのなんですかね、このまあ本当孤立してしまう。それどこの国も同じですし。あ、やっぱそうなんですね、はい、だからもうみんなもうスマホに似てるわけじゃないですか。一緒の部屋にいてもどっちもスマホ見てるでしょ。そう、話全然してないじゃないですか。もうだから、ね、うん、だからね、あのそれでも同じ、その自殺の若い人のなんていうかな、メンタルヘルスの問題っていうのはやっぱ大きな課題になってますから。うん、でも若い人でもグレタはいる。グレタそのなんかもう可能性にチャレンジみたいな、そうですね、ここでやるんかみたいな。そうそうそう、いるじゃないですか。そうそう、だから面白い人たちが出てくるっていうかね。だからなんかそのパワー、パワフルさっていうか、うん、それはなんか、ね、それはありますね。だから、うん、なんていうか、自分で人生にチャレンジする可能性はあるっていうかね、はいはいはい、人生やり直しできるわけだし、うん、なんかその社会が約束されてるっていうか、うん、税金高いけど、そうそうそう、何回でもチャレンジできるみたいな。チャレンジできるというか、失敗したらまたやるね、するというね。ああ、日本も今そのベンチャーどうする、ああだこうだ、うん、失敗恐れず失敗して OK みたいな社会じゃないと、それは成立しないんだっていう話もいただいてて、そうなんですよ。だからなんていうか、失敗してもちゃんと失業保険があるから、あのまたやり直しができるっていう。十分 それが、ね、それが条件ですよね。そうそう、そうなんですよ。だからそれがあるから、あのベンチャーというかね、いろんなこうことがね、試せるというか、はい、だと思いますね。投票率 80% 以上っていうのもやっぱすごい、そうですよね。だから自分たちが国を作ってるというかね、やっぱあのその意識はやっぱり民主主義の教育が ね、都知事選挙ちょっと伸びたけど、でも何だっけな、50いくかいかないかぐらいでしょう、でしょうね、うん、だからちょっとは伸びたけど、でもまたなんか、あの人になっちゃって、聞きました。だからでもどこの国もなっていうか、デニムの服着てるけど、なんちゃらウォッシュじゃないかみたいな、そうそう
そうですよね。でも世界的になんていうかな、リーダーシップが悪いでしょうね。もうアメリカもなんでっていうことばっかりで、もうですよ、ね、アメリカのオバマの時代は最高に輝いてたのに、うん、ねえ、よかったのにね。なんでこんなことなっちゃったのかとか、なんでこんなことになっちゃってるのかなって。そう、そうなんですよ。だからこの秋がなんか心配ですよね。もうなんかあのケネディぐらいがなんか取ってくんないかなとか思うぐらいなんかひどい状況ですよね。ひどい状況ですよね。いやいや、まあでもあの頑張るしかないですから。そうですね。あ、そうだ。シャンパンを振りすぎましょう。こういうこういうの。あ、そうですか。この問題やってて。あ、そう言いましたよね。もう絶対これダメですよ。こんなのもう、これはもう絶対あの考えられないでしょうね。この問題。うん。そうですね。あ、あのもう10時もしなるから。そうですね。はい。いや、もうこの問題はもうこれはもうありえない。ありえない。これはもうスウェーデンでは絶対できない。3と4、はい、まあ風車もそのなんだブレードは結構ね、うん、リサイクル厳しい素材みたいで、あ、そう、そのだから風車自体を、うん、まあ、あのサステナビルじゃないんじゃないかっていう話をされる方がいるんですけど、それ以上にもう4がもうまず4ですよね。市民がこれ許さないですよ。スウェーデンでは絶対許さないですよ。それとそのね、野鳥が飛んでいたりとか、やっぱり、はい、あの魚もあれだろうし、なんか、うん、そんな配慮全然しないようにしてないでしょ。そうです。ダメです。いろいろごまかしてダメです。だけでですね、ダメです。で、そうだそうだ、オーフス条約。何条約？オーフス条約。オーフス条約、まあそれはあれだな、やっぱだから市民参加とか、あ、はい、政策への市民参加とか、うんうん、もうあれだけもう、もう日本だっていろんな反対運動あって、僕も長良川の河口跡のダムの反対運動から始まって、はい、あんだけ反対運動があるのに、まあ、川はねちょっとだけその市民参加っていうのが必要とかっていうことになって、ちょっとずつですけど、その住民の対話をとかって言ってるんですけど、うんうん、基本は形だけとか、うん、それはありますよね。全然そのなんか何言われても聞かない、聞かないという、そうそう、始まった公共事業が止まんないとか、そう、そういうことまだまだそうなってて、そうですよね。そういうふうに感じます。そう、こういう話を聞いてると。そうそう、で風車もほとんどは植民地型開発なんですよ、うん、あ、うん、植民地方は要するに、うん、あの貧しいところに行ってでしょ、大企業がバーやってきて、うん、そうそう、あの、うん、回るけど地元に何も貢献しない、うん、しないというね、うん、そうですよね。なんかドイツは、まあ、僕もちょっと研究してシュタットベルケってその、うん、第三セクターですね、その自治体の財産セクターが再生エネルギーとかを生み出して、地元でやるから、なるほどね、地元主体でやるので、そうそう、儲かったお金はちゃんと地元に、地元に還元されるんでしょうね。で、うん、びっくりしたのは洋上風力 も、もう巨大なお金がかかるわけですけど、はい、そシュタットベルケの連合体を束ねる企業があって、取り上げる企業があって、みんなもう30ぐらいの自治体固まって投資してるんですか。すごい、洋上風力ってもう何千億円とか、もうすごい、ね、ものすごいお金かかる事業ですけど、それ取り組んで実際もうやってるんですよ、ね、なるほど、うん、だからあれは儲かっ、まあ、回ったら確実に自治体が儲かる。そうで、そうですよね。スウェーデンもだから今、はい、反省して、あのもっと自治体にその風力発電のね恩恵が行くようにというふうな検討し始めてます。だから自治体が反対するのはやっぱりその恩恵がなくて、そのね企業だけ儲けるとかっていうようなことになるので、だからそれの仕組みをなんか作るとかってしてでも言ってましたから、ようやくね、うん、基本的に任意に参加とか、そうそうそう、参加ありますよね。そうそう、だからね、まあそういうふうに参加するというか、あの最終決定を自治体に渡してるから、まあそれで参加ってもなるんだけど、でもそうすると全然進まないじゃないですか。だからその原因はやっぱり還元してないということだから、その仕組みを作ろうというのをやっとあのなるほど言い始めてきてるから、少し良くなるかなっていう。やっぱどんどんそのね仕組みをこう変えてフィットさせていく、そうそうそう、サステナビリティにフィットさせていくって、そうしないと、それがないと
もう一回一回大変じゃないですか、こういう戦わないといけないのは。そうなんですよ、一回一回戦うそのね、大変なんで、大変だから、もう仕組みを作っていくっていうね。そうですね、ね、はい、頑張ってください。ありがとうございます、はい、すいません、じゃあ、 ありがとうございます、はい、貴重なお話ありがとうございました。いいえ。